がやってきました。高橋豊さん、鈴木真也さん、長谷川幸子さん、おのおのボルテージが上がってきました。いよいよ夢の試合が始まります。時は令和2年12月13日です。3人がリングサイドに着きました。選手がやってきました。フランシスコ・アキラが先に入場。歓声に応えています。その姿を捉えようとリングサイド下からレンズを選手の方向に向けます。気持ちが高ぶってきた。さあいよいよ夢の瞬間が始まろうとしています。コーナーポストでアピールする選手の姿も撮っています。さあいよいよ試合が始まります。さあゴングです。シングルマッチ田尻対フランシスコ・アキラの試合が始まりました。選手たちがリングの上でこれから躍動します。それと同時にこの3人もこの瞬間を味わいながら戦いが始まっています。至近距離から撮影します。この距離です。リング下からもう身を乗り出して撮ろうというのは長谷川幸子さん。そして少し遠慮がちか鈴木真也さん、やや体を引いています。こちら側、そして隣のカメラマンも気遣いながらの撮影になっていますが、中央の高橋豊さんは何か堂々としたトリップリです。今下からレンズを伸ばしました。そしてまた縮めた。シャッターを取って、そしてまた一度撮ったものをチェックしながら撮影をしています。目の前の光景はすぐ変わってきます。おっと投げた、田尻が投げた。この瞬間も捉えられたのかどうか、しっかりとそのレンズで、その自身のカメラで2人のその瞬間を撮ろうとしています。もう連射をしている。おっとまた来た、近いぞ。およそもう1メートル接近戦。ただ十分なソーシャルディスタンス、距離はありました。感染防止も今日はバッチリ、ゴーグルもしてマスクもしての撮影になっています。2人がまさに夢を叶えている。目の前に選手がいる。手を伸ばせばもう届く距離です。プロのカメラマンたちにも囲まれた。さあこの後楽園ホール、選手を投げる、この瞬間も取れているのかどうか、どんな構図がいいのか、おそらく迷い、葛藤、あるいはひらめき、そういったものがあるでしょう。言ってみればこれも人生の縮図かもしれません。3人がこの瞬間を楽しんでいます。さあまた身を乗り出している。おっと慣れてきて、これは前に身を乗り出しているのは高橋さん。いいぞその調子だ。生っ粋の子供の頃からの全日ファン。さあ3人の全集中の時間が続いています。カメラのピント、露出、絞り、こういったところはどういう風な形で写真として作品として作られるんでしょうか。リングに乗り出しての撮影が続いています。ぶれないようにうまく脇も締めている。さあ果たしてこの瞬間、あっという間の出来事なんでしょう。2人の攻防は続いています。さあ締めているのは田尻の方、しかし明は懸命の抵抗。さあこの瞬間、いいシャッターチャンスが来ているぞ。今取らないでいつ取るんだ、いけ。この3人たちも戦いです。まさに己との勝負。そのファインダー越しで見る風景はどうなんでしょうか。選手の攻防が続いている。シャッターチャンスが来ているぞ。さあ取れ、さあシャッターを切れ。3人ひるむことなく取っている。おっと少し後退したが、ここは抑え込むのはアキラ、しかし返しました。田尻が返した。さあ3人シャッターチャンスが続いているぞ。獲物を逃してはいけない。おっとレフィーが飛んだ。そして捕まえたのは田尻。田尻が抑え込んだ、丸め込んだ。試合終了、田尻が勝ちました。夢の試合終了。2人が夢を叶える時がやってきました。夢叶えますプロジェクト、リングアナウンサーとして2人が今楽屋を出て廊下を歩き、そして後楽園ホールのその正面のマイクの前に着きます。さあリングアナウンサーの紹介です。2人の緊張が高まってきます。まず画面右手、赤コーナー藤野美沙夫さんです。青コーナー藤田真理さんです。藤田さんが立ち上がりました。おっと少しよろけました。大丈夫でしょうか。これから緊張最高潮の中、自らの声で選手を紹介します。手元のメモを見やりました。さあドキドキがもう最高潮。
さあ自分のコールでもう間もなく試合が始まります。本日のメインイベント、スペシャルフライファイト6人タッグマッチ60分一本勝負を行います。大役を担った2人が選手紹介を終えました。ただまだ仕事は残ってるんです。まだ終わりじゃありません。おっと、喋り終えて藤田さんがニコッと笑いました。少し照れてるようにも見えましたが、5分経過のアナウンスでした。今日のいでたちは黒の蝶ネクタイといいます、あの名探偵をね思わせますけれども、もちろん声は藤田さんそのものです。さあ画面右手の今度は藤野さんの出番。目を下の方にありました。拍手をして、そしてまた肩でリズムを取っていますが、戦況を見つめています。仕事があります。視線の先には体の大きな大好きな諏訪間選手がいますが、また時計を見ました。画面左の藤田さんが笑っている。お、10分経過のアナウンス、見事に言い終わりました。そして2人が目線を合わせました。絆がここには生まれています。後楽園ホール、今日のメインイベント6人タッグ、もう間もなく試合は大詰め。今試合終了のゴングです。2人がリングアナウンサーとしての務めを終えました。